ちゃこんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。はい、ついに始まりました、はい、ファイナルステージ。はい。はい、第一戦ということで、ね。今日第一戦が行われまして、はい、まあね、はい、あんまりこのファーストステージと間が空いてないので、そうだね。うん、あのね。まあ上がってきたチームは大変だと思うけど、そうですね、はい、特に阪神が一番、まあそうだな、ね、大変だね、ないかなっていうところですが、アドバンテージね、はい、ヤクルトが一つ持ってるというはい、これはあの猫の背中で勝ちの数を数えていきます。そう、スワローズが今アドバンテージ1で、タイガースが0、まあ、で、オリックスバッファローズの1アドバンテージと、ホークスの0ということで、はい、勝っていくとそこの赤いところの数字を1つずつ変えていき、はい、4つね、4つ先に4勝した方が勝ち抜けということで、はい、ということで、はいはい、今日は今日はヤクルト対阪神、はい、ね、小川と西勇輝、はい、西勇輝は抜群のそのヤクルトに対しての相性を持っているという、ね、はい、で、オリックスは日本のエース山本、うん、はい、ね、ソフトバンクは石川ということで、はい、まあ、始まります。どうなりましたでしょうか、はい、では、 それではまずセリーグのオーダーから見ていきましょう、はいはい、このようになっております、はい、で、まあ言えばヤクルトはこのオーダーを組めた時には強いというね、うんうん、まあ、オスナ、サンタナの間に中村が入るという、はい、まあ、これがポイントだし、はい、まあ、最大の注目ポイントは、うん、村上の後に打つオスナが状態がいいか悪いかだよね、うん、まあ、そういうところがちょっと気になるのと、はい、まあ、初出場長岡、はい、ね、長岡がどういう働きをしてくれるか、はい、っていうところだろうね、はい、で、阪神タイガース、うん、ね、2番に島田を入れてきた、はい、やっぱクライマックスファーストステージ、うん、やっぱり2番が一つのポイント握ってたんだよね、2番打者が、はいはいはい、やっぱ中野、近本が当たってるだけに、うん、このつなぎ役として島田を持ってきたというね、うん、あとは糸原をこう7番に下げて、うん、まあ、西勇輝の相棒に坂本を持ってきたという、はい、まあ、そういうオーダーです。これはまあ、特段どうですか、阪神の方どちらも、まあまあ言ったように、うん、まあここに青木が入るかなと思ったんだけど、うんうん、まあ山崎を持ってきたというね、はい、まあやっぱり2番に誰を置くかによってこの打順、うん、打線の流れを作ろうかなっていうようなことを少し考えてたのかなっていうふうに思う。はい、はい、ということで試合です。はいはい、はい、第一戦こうなりました。結果はちょっと、ワンサイドゲームのような感じになってしまいましたが、うん、まあワンサイドになったっていうのはやっぱり初回の、うん、やっぱ3点というのが大きかったよね、うん、で西勇輝も塩見山崎って簡単に取ったんだよね、はい、でその後に山田にワンボールツーストライクから追い込んだのに粘られてフォアボール出しちゃったんだよ、はい、で村上を迎える、はい、で村上もまあいいとこ攻めてるんだけどさ、うん、やっぱ村上がやっぱボール振ってくれないんだよね。うーん、で連続フォアボール、はい、でサンタナ、あ、オスナ、はい、でオスナに4球目を打たれるわけだけども、うん、まあ外行ってボール、外行ってボールで次のボールスライダー、真ん中からやや外気味のスライダーをパーンと見逃したんだよね、はい、その時にねやっぱ西勇輝っていうのはスライダーツーシームのピッチャーなんだよね、どちらかというと、うん、はい、あ、インサイド待ってんなと思ったの。これはなぜかというとやっぱ3球目見逃したスライダーが外行ってんのに、はい、少し甘いボールでも反応しなかったんだよね。なるほど。で次のボールをツーシーム持っていくんだけどやっぱ待ってたんだろうね。ものの見事にホームラン打ったよ、うん、でこのファイナルステージのやっぱ最大のテーマである村上の後、村上は徹底マークされるから、はい、その後に打つオスナ、はい、一発回答してくれたということが、うん、やっぱりヤクルトにとってはすごく大きな一発、もう何よりも大きな一発になったし、はい、まあ小川にとっても先発の素晴らしいこう援護点になったよね。これがまた初回というところも大きいですよね。そうそう。でね、西勇輝もね決して悪くはなかったと思うんだよ、はい、でテンポよくねコーナーに散らしてで高めには投げないようにしながら警戒しながら
ただやっぱこの1球待たれてるところに投げたというのがちょっとミスの始まりだったね。2つのフォアボールの後っていうのもありますか。大きかったな。で、歩かすわけにいかんからな、はい、もう。で、2回、はい、で、先頭の大山が、CS 初めてのヒットを打つ9打席連続無安打だったのが、はい、まあ、1打席目にヒットを打つ、ここでね、はい、うん、で、原口が、まだ3点だからやっぱ右打ちをして大山を三塁に進めるバッティングをずっとしてたんだよね、はい、その中で13球粘るんだよ、はい、もう必死なんだよ、うん、なんかねすごい感動的な打席だったんだけど、うん、で最後チェンジアップを見逃したと思うんだ、はい、でもこうハーフスイング取られるんだよね、うん、で三振する、うん、もう明らかにね振ってないね。その三振の後ろにクエスチョンマークがついているのはちょっと疑惑の判定的な感じでしょうか。それはね、原口も怒ったけど、うん、それは怒るわ、うん、あれだけ必死な原口っていうのはなかなか見なかったけど、うん、やっぱねこれが三振じゃなくて、うん、フォアボールであればノーアウト1、2塁、はい、それで迎える佐藤っていうのは怖かったと思うんだよ。そうですね。しかもこう3点取られた後の攻撃ですからね。そうなんだよ、うん、だからあの原口の必殺考えたらこの三振はないよなと思ったよ、あの判定はね、うん、で明らかにこう VTR でも三振あの振ってないもん、完全に止まってるもん。そうでしたね。だからここがね、うん、一つの流れをね、阪神の流れを切るジャッジだったな、うんうん、でその流れを受けて、はい、まあ、長岡が、シリーズ初ヒット、はい、ね、うん、あの若いのにね、やっぱしっかりしてセンター前にポン落として、はい、で小川がしっかり送り、うん、まあ、塩見は倒れたんだけども山崎が外のカットボールを素直にセンター前を打って追加点を取る、はい、ここが2回の攻撃があっただけにこの1点っていうのはすごいもうなんかぐさっとくるような1点になったのも重かった、うん、 ね、うん、それも下位打線から上位につながっての1点だっただけに、はい、ね、だからあの辛かったと思うよ、はい、はい、で3回、はい、オスナのツーベース、はい、オスナ当たってんな。そうですね、うん、でね中村がねバントやりに行くんだけど、はい、あの失敗するんだよ、うん、でやっぱり追い込まれたから打たしに行くんだけど、はい、簡単に右方向に打ってサードに進めるんだよね、オスナを。でサンタナが犠牲フライと、はい、もうね1回から3回までもう流れるような攻撃、うん、もうねこれやられるともう阪神もあの糸口を全くつかめなかったね。うん、うん、ね、あのヒットは出るんですがなかなか手につながらない。そうなんだよな、っていうような流れでしたよね、うん、で6回、うん、で梅野が代打で出てきて、はい、ツーベース打つんだよね、うん、で、島田がタイムリー、はい、で島田もね本当に追い込まれてから、うん、必死に原口と一緒だよね、必死に粘りながらセンターでポトンと落として1点を取ってくるわけだけど、はい、これもねやっぱり阪神の必殺っていうのが感じられて、うん、なんか胸が痛くなるような、うん、そんな感じのヒットだったね、うん、でも島田あの2番に抜擢されてよく頑張ったと思うよ、うん、ただ、うん、ただ、はい、6回サンタナのツーラン、もう取られたら、うん、すぐに何かをそうだねしてきますね。で梶谷が出てきたんだけど、はい、まあ中村がねライト前ヒット、はい、でサンタナが、初球をバックスクリーンにツーランホームラン、はい、まあ、インサイド寄りのボールなんだけどさ、うん、まあでもなんかこう配球を読まれてる感じがしたね阪神が、うん、ヤクルトのバッターたちに、はい、それと特にやっぱオスナとサンタナが読みがぴったり当たってるような感じ、うん、でオスナ3打点サンタナ3打点、はい、7点のうちの両外国人が6点を叩き出したという ね、うん、そうですね、まあそういう試合だったんだけども、うん、この中でね、はい、マルテが
ツーベース打ったりだとか、うん、代打でね、うん、でその後守備にサードの守備につくんだよね。もうここはマルテをもう先発で使った方がいいかなっていうね、少々無理しても、うーん、うん、サードの守備、まあ守備機会は見れなかったけども、はい、なんかもうやっぱり、ね、こうオーダーの中に入れたいよね。うん、なるほど、うん、で9安打打ってるんだけど、はい、今日でもね、昨日か、うん、昨日でも9安打打ってるんだけども、はい、9安打打ってるっていう感覚がないんだよね、見てて。うん、やっぱ連打がないし、あの阪神のチーム自体のヒットの数ですよね。そうだね、うんうん、だから、まあ、それと阪神の方は今日は中野と近本があの DeNA 戦は当たってたけども、はい、2人とも今日ダブルプレー打ってんだよ、うん、でヤクルトの守備もまあ見事だったんだけども、はい、やっぱこうここら辺が中野近本はやっぱこうチャンスメイクしていかないと、うん、やっぱちょっと苦しいなと思ってね、はい、うん、まあ、大山にはヒット出た、ね、原口にも1本出た、はい、だけど佐藤が3三振とか、うん、ちょっと振るわないとかね、うん、ちょっとやっぱこう阪神苦しいんで、うん、マルテとかもう思い切ってあの朝藤波とサイスニードだし、はい、もう使って点を取ることを考えた方がいいかなっていう、うん、もう守りのことはリードしてたら後半でいいかなっていうようなね、はい、まあ、そんな感じがしたようなゲームでした、はい、うん、ただやっぱこうヤクルトを見てると、うん、やっぱチームが一丸となって戦ってるっていう、一つになってるなっていうことも感じたし、うん、特にやっぱ守備がねしっかりしてるなっていう、うん、まあ今日は目立ったのが村上、はい、で中野ゲッツー取る時の、うん、あの山田の送球、はい、だからこういうのは見事だったしさ、うん、だからやっぱこれは勢いにヤクルトは乗るだろうなっていうね、はい、まあそんな感じがしたゲームでした。はい、はい、というようなセ・リーグの第一戦でした、うん、はい、ね、はい、はい、ということで、はい、パ・リーグいきます。はい、はい、ではまずオーダーから。はい、オーダーね、はい、はい、青文字は、指名打者ということで、はい、DH ね、はい、はい、福田宗、ね、中川、はい、ね、まあ、頓宮も成長したし、うん、ね、杉本が戻ってきてくれた、うん、ね、戻ってきたけどどういうバッティングをしてくれるかね、うん、これはやっぱ問題だし、まあ、中川も成長したし、はい、ね、まあいいオーダーでベストメンバーできたという、はい、で今日は新名打者は7番の杉本選手ということです ね、はい、ね、うん、でソフトバンク、まあ、あんまり変わってないんだよね。そうですね、うん、やっぱこうグラシアルじゃなくて柳町を使ってきたというね、うん、いうことで、はい、ピッチャーは山本と石川ということ、はい、ね、ということで、はい、早速試合をね行ってみましょう。そう、はい、ということでパリーグ、はい、結果は5対0でオリックスが勝ちました。はい、はい、まあ山本からなかなかやっぱり点を取るのは難しかったというね、うん、いうことで、はい、まあこう見てわかるだろうけども無駄な点とは言わないけどやっぱこうもったいない失点が多い。そうですね、あ、まあ4回もね、うん、まあ中川に先頭打者フォアボールから始まるんだけどもさ、はい、押し出しで杉本への押し出しで、まあ、先取点を与えてしまうという、はい、やっぱね相手がねあの山本っていう風になってくると、うん、やっぱ打たれちゃいけない点をやっちゃいけないということが余計に指先をこう狂わすんだろうね、うん、まあ、それでの押し出しなんだと思うよ、はい、打たれちゃいけないとか、うん、まあそういうことだったんだよね、うん、うん、で、5回、はい、ソフトバンク、うん、ワンアウト2、3塁を作るんだよ、はい、デスパイネ中村ね、が連打、はい、ノーアウト1、2塁になる、うん、この時にソフトバンクベンチは5回攻撃が始まる前に円陣を組んでるんだよね、はい、やっぱ何かしら攻略法をやっぱ糸口として見つけたのか、まあ、それとももう一回気持ちを入れ替えたのか、うん、ということで、まあ、連打が生まれるんだよ、はい、で今宮が送りバント、まあ、当然だよね1点取られてるし。そうですね、ね、その直後はね、で山本だし、はい、で送りバントもちょっときつかったんだけども、うん、
山本がジャックルして、はい、サードさせなかったんだよね、うんうん、まあデスパイネがランナーだったから取ってれば楽勝だと思ったんだけど、ちょっと危なかったですね、うん、だけど結果的にはね送りバントが成功したという形で、うん、ワンアウト2、3塁を作る、もう絶好のチャンスですね、絶好のチャンス、しかし柳町海が連続三振と、やっぱ取れないよ山本から、なかなかな、うん、でここって言った時にやっぱ三振取りに来るもん、うん、しっかり、まあスクイズしてもな、なかなかやっぱデスパイネがあのサードランナーで、うん、山本っていうとなかなかそこもなんかやりにくいしな、うん、そうですね、うん、で5回はいね、この裏、その裏ですね、うん、まあ、石川から大関にスイッチするんだけどもさ、はい、やっぱこう連続で押し出しまたここでして押し出しだけでもうこの時点で3点上げてるんだよね、で、泉にスイッチをするんだよ、はい、杉本のところで、はい、そしたら泉が杉本にライト前にタイムリーを打たれると、うん、まあそれはしょうがないわな、でも甘くなるもんボールが、その前のピッチャーが押し出し押し出しで自分が出ていってさ抑えようとしたらさ、やっぱフォアボールは良くないし、うん、やっぱこう勝負に行って甘いボールも投げるっちゃうよね、うん、だから非常にソフトバンクのこう流れが悪いというね、うん、いうことを感じました。はい、で7回、はい、吉田がダメ押しのホームラン、はい、海野からね、うん、まあ膝元のスライダーすごい難しいボールだったんだけども、フルスイングじゃなくて7割8割ぐらいの力でスタンドに持っていったという、うん、まあダメ押しのホームランになるんだけども、はい、まあ見事なホームラン、うん、このその前にもその吉田がね繋いだばっかりに、繋いでくれて1、3塁を作ったりだとか、はい、申告敬遠されて、うん、押し出しに結びつけたとか、やっぱり吉田がポイントを握るね、うん、オリックスはね、うん、だから吉田から逃げないのか、はい、徹底して逃げるのか、うん、まあ、これから考えた方がいいね、うん、で山本、はい、8回を116球、はい、5安打、うん、10三振、はい、まあ、ほぼ完璧という、うん、もうこの内容を見てもやっぱり5回は大変なチャンス、うん、まあそうだね、もう唯一っていう感じでしょうかね、まあね、8回にもねワンアウトから連打が生まれて、うん、川瀬グラシアルっていうのがね、はい、代打出てきて、うん、ヒット打つんだけども、はい、やっぱりこう三森周東あたりがやっぱ返せないという、うん、まあ、この中でソフトバンクは上位3人1、2、3で1本しかヒットが生まれてない、うん、で柳田は完全に抑えられたという、はい、だから上位打線がこう機能しなかったから、まあ、やっぱ点にはならないよね、うん、でも機能するとすればさ、やっぱ山本が機能させるっていうのはすごく難しいよね。そうですね、うん、だからオリックスとすればもう快勝のゲーム、うん、でソフトバンクからするとちょっと不安なのが、うん、中継ぎ陣、はい、まあ、大関も今日ダメだったし、うん、泉もタイムリーを打たれる、うんうん、海野もホームランを打たれるという、うん、まあ、自慢の中継ぎ陣がちょっと打たれてるっていうところがすごくちょっと不安なところではあるよね、うん、明日からのゲームっていうのは今日からのゲームか、はちょっと不安な要素の一つかなって思うね。はい、なんかありますかちいちゃん。そうですね、まあ、ファイナルステージ第1戦ということで、うん、まあ、何ですか、1位だったオリックスとヤクルトはこう待っている状態だったので、うん、まあ、チームの状態も良かったりするんでしょうが、うん、まあ、今後これ連戦になっていくので、うん、このままの勢いを保たれるのか、 そうだね、それとも、ただね、うん、オリックスとソフトバンク、うん、京セラでやるでしょう、はい、京セラの対戦成績がソフトバンクが非常に悪いんだよね、うん、京セラでの戦い方が、なるほど、うん、それと阪神は、うん、ちょっとやっぱり DeNA 戦で少し疲れてるな、いやそんな感じがする。その前のシーズンもこう3位争いもかなり熾烈だったからな、ですし、うん、それを考えると、うん、もう総力戦、まあそうだね、まあ今日はなんていうの、一方的に
ね、ヤクルトの方は7対1、うん、はい、でオリックスの方は5対0というね、うんうん、ちょっと一方的な感があったから、はい、まあ、今日はちょっと頑張ってほしいなって思うよね、うん、そうですね、はい、ということで、はい、入れましょうか、入れましょうか、ね、だるまの目みたいに、はい、ね、ここを変えてください、はい、わかりましたよ、ここがということで、はい、まあね2勝先勝されちゃったという形になったから、うん、やっぱちょっと流れが悪かったよね、阪神の方も、うんうん、初回に3点取られるとか、はい、でソフトバンクの方は、押し出しで失点してしまうとかね、うんうんうん、ちょっと非常にこう流れが悪いだけに、はい、ちょっと誰か救世主みたいなね、うん、のがやっぱ出てきてほしいなというふうに思うよね、はい、誰かがこうそのキーパーソンになる人が出てくるかどうかというところですかね、まあそれがポイントだと思うよ、うんうん、ね、はい、まあ誰が出てきてもいいからちょっと頑張ってほしいよね、はい、はい、頑張ってください、はい。